アメリカ人は明らかにまだ物価上昇を引きずっている。世論調査ではアメリカ人の 70% が最大の経済的懸念は生活費だと答えた。ほぼ同じ割合の 68% の人がインフレを一番に考えていると答えた。しかし米国成人の 62% が米国企業の株式を保有しているのも事実。ギャラップ社が発表した調査結果によると、年収4万ドル未満の低所得世帯と10万ドルまでの中間所得層でさえ株式市場で何らかの利益を得ているということ。そしてもちろん富裕層はもっと利益を得ています。ファンドストラットのトム・リーの最新の見解。ファンドストラットのトム・リー氏は、2030年末までに世界で約8000万人の労働力が不足し、テクノロジー株が急騰すると述べた。彼はテクノロジーセクターが S&P500 株価指数に占める割合が現在の 30% 程度から 50% に成長すると予想している。 AI は生産性を向上させ、迫りくる労働力不足問題に取り組むのに役立つ。 AI のストーリーはまだ始まったばかりだと彼は述べた。彼は働き盛りの年齢層の労働力が世界の総人口よりも伸び悩んでいる点を指摘。 AI がもたらす生産性ブームが起きない限り、企業にとっては大きなプレッシャーとなり、イノベーションを起こすインセンティブとなる。リー氏は深刻化する労働力不足に対処するために、企業は AI 技術に年間およそ3兆2000億ドルを費やすだろうと予測している。 NVIDIA はその支出から大きな恩恵を受ける立場にあると彼は述べた。1948年から1967年にかけ、世界的な労働力不足があり、その間テクノロジー株は急騰した。そして1991年から99年にかけても世界的な労働力不足からテクノロジー株が急騰した。今回も同じようなことが起こるのではないかとリー氏は述べているんです。また NVIDIA がドットコンバブルのようなバブルにあるかどうかについては、リー氏は次のように述べた。 NVIDIA は10万ドルのチップを販売している。対照的にシスコシステムズはドットコムブームの時に100ドルのルーターを販売したが、 PER は100倍になった。現在の NVIDIA の将来利益に対する PER は約30倍で、かなり魅力的だ。それでは僕が学んだ、今は株価は買いですか？これを常に考えている方多いと思います。今が買い場なのかどうか。しかしそんな皆さんに質問です。しっかり分散投資できていますか？耳の痛い話、投資初心者ほど今買いですかというマーケットタイミングを気にし、分散投資ができていないということなんです。アセットアロケーションというのは資産配分を指します。つまり自分の資産の何パーセントを現金で持っておき、何パーセントを債券、何パーセントを株で持っておくかという話なんです。そしてもちろん株の中でも日本株、アメリカ株、中国株などいろいろ分散できます。なぜこのアセットアロケーションが重要なのか、未来は誰にもわからないからなんです。もしあなたが次に上がる株を毎回ぴったりと言い当てることができるのなら、アセットアロケーションは必要ありません。なぜならその場合、単純に次に上がる株を買えばそれでおしまいです。しかしある程度投資をかじった人なら、そのような百戦百勝という主張がどれだけ嘘っぱちか痛いほどわかっているでしょう。現実には相場感や銘柄選択は当たることもあるし、外れることもあるんです。そして外れから受けるダメージを限定するスキルを体得せねばならないんです。このスキルこそがアセットアロケーションの考え方なんです。まずは現金どれぐらい持っていますか？これ一番安心な資産。株価のように下落する心配はないです。言い換えれば損しない投資先。しかし現金には大きなハンデがあります。それは近年の日本のような低金利時代においては、銀行預金をしていてもほとんど利子がつかないので、お金が全く増えないという問題。つまり資産を現金にしておくということは、他人に劣後することがほぼ運命づけられた投資判断だということなんです。安心安全を重視するあまり、自分だけ富の蓄積が遅れる。これが現金の最大のリスクなんです。次に債券。債券には通常償還期間があります。償還期間が来たら大部分の債券は額面で現金が戻ってきます。株の場合はその企業の業績がぐんぐん伸びれば株価は青天井で上昇しますが、債券価格はそのような動きはしないんです。別の表現をすれば、成長を買うという側面は債券にはないんです。するとポートフォリオの中身を債券中心で固めてしまうと、現金のケースと同様、富の蓄積のペースが他人より劣後するという問題に直面するんです。格差の問題の大部分は富の蓄積のペースに端を発しているので、自分だけ劣後することがないよう注意を払う必要があると思います。次に株式。株の中でも急成長している株はグロース株と言います。値上がりも華々しい代わり、急落することもしばしば。これに対し大手
手製薬会社のような株は値動きに乏しく退屈な場合が多いです。そのような銘柄ディフェンシブ株と言われます。つまりディフェンシブ株は不況に対して防衛的なんです。その代わり急成長することもあまり期待できません。グロース株のようなリスキーだけど値上がりしやすい投資対象、そしてディフェンシブ株のような比較的低リスクの株、これらを合わせ持つことで自分のポートフォリオの全体としてのリスクをちょうどいい湯加減にすることが大切なんです。これが分散投資であり、投資初心者が特に習得すべきスキルなんです。一気に分散効果を手に入れる方法としてコアサテライト戦略というのがあります。これ全米株式に投資するような ETF、 これを一つあなたのポートフォリオに組み込み、それにあなたの全投資資産の半分とか3分の2を割り当てる。そうすることでしっかりとしたコアを形成することができるんです。そして余った資金でグロース株などの個別株投資をするというやり方、しっかりとあなたのポートフォリオのコアに VTI のような ETF を置いてサテライトとして個別株を買っていく。これであなたのポートフォリオが他人よりも劣後するリスクは大幅に軽減することができるんです。きちんとしたコアサテライト戦略を取るということは、いつ買えばいいかなというようなマーケットタイミングに気をもむよりもはるかに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 重要なんです。皆さんの資産配分もう一度見直してみてください。現金はどれぐらいあるか、株式はどれぐらいあるか、株式の中もしっかりと分散できているかどうか、定期的に見直す作業、これが非常に重要なんです。ウォーレン・バフェットは金融界で最も有名な人物の一人。彼の銘柄選びの才能は彼を億万長者にし、他の投資家にも驚くべき富をもたらした。バークシャー・ハサウェイの株価は1965年にバフェットが経営権を握って以来、S&P500 の年間リターンの2倍に達している。投資家はしばしばバフェット氏に株式市場のアドバイスを求める。そして彼は一貫して同じアドバイスを提供してきた。それは S&P500 指数に連動する ETF や投資信託を買えということ。例えば VOO。この ETF は市場の全11セクターのバリュー株とグロース株を含む米国企業500社のパフォーマンスをなぞります。その構成銘柄は米国内株式市場の 80%、 世界株式市場の 50% 以上をカバーしています。要するに VOO によって投資家は世界で最も影響力のある企業の多くに資金を分散することができるんです。その中にはエンタープライズソフトウェアのリーダーであるマイクロソフト、 iPhone の Apple、 デジタル広告のリーダーであるアルファベット、クラウドコンピューティングのリーダーである Amazon、 人工知能チップメーカーの NVIDIA などが含まれている。こちらは2024年1月1日時点の VOO の上位10銘柄を示しています。ウォーレン・バフェットは以前から一般人には株を選ぶことはできないと述べている。それは人々に能力がないからではなく、良い株を見極めるには相当なレベルの忍耐と献身が必要だからである。そこで彼は個別銘柄の代わりに VOO などの S&P500 指数や米国株全体に連動する ETF が一般人にとって最良の選択肢であると考えているんです。実際 S&P500 指数は忍耐強い投資家にとって一貫して利益をもたらしてきた。1926年の運用開始以来、 S&P500 指数は全ての20年間の投資で利益を上げている。つまりどの期間でも20年間保有すれば必ずプラスになっているということ。さらに S&P500 指数は過去30年間で 1720% 上昇し、年率 10% 以上の複利効果を上げている。広瀬隆雄氏も過去に ETF をご紹介されていた時、 S&P500 指数よりもさらに幅広い米国株式全体をカバーする VTI であったり、 S&P500 指数に連動する今回ご紹介した VOO、 これらに関しては何度も言及されていました。